3コーナー先頭2番ベローキラプトルリード4分の3ぐらい600を切ります。3番アンモシエラジョッキー手が動いてきた。3番手並んで湘南ラプンタ、内は6番のシンエンペラーです。その後8番インザモーメントをかわして5番のサンライズジパングが上がっていく。さらには1番外からはスーッと15番ウィンマクシマムが大外から上がっていった。直線コースに向いた。さあ今度は先頭シンエンペラーに変わった。シンエンペラー先頭に立ってリードを2馬身3馬身広げる。2番手横一線外からはサンライズジパング200を切りました。そして13番のレガレイラが追ってくる。坂を登ってくる。先頭6番シンエンペラーに並びかける13番のレガレイラ、レガレイラ差し切って先頭だ。レガレイラだ、ゴールイン。4番手集団外からホーエリートクイーンズウォーク、内からは17番高野 LP だ。その一角にサフィラ。4コーナーを回ってあっという間に集団になった。直線コース短期先頭18番ランスオブクイーン、リードは2馬身、これを各馬が追っていく。クイーンズウォーク、さらにはサフィラ、ホーエリート、さらに薄にはチェルビニア、内に潜り込んでラバンダ。そしてこの間に先頭は18番ランスオブクイーンから2番クイーンズウォークに変わった。クイーンズウォーク先頭、クイーンズウォーク先頭、外からは12番のチェルビニアが襲いかかる。内からは7番のステレンボッシュ、4頭広がった。内からステレンボッシュが抜けてくる。外からはチェルビニア、間からは2番のクイーンズウォークランスオブクイーン、内からステレンボッシュ、外から12番チェルビニア、チェルビニア先頭は12番チェルビニア、ゴールイン。さらには5番ステラクラウン、そして8番のジョセフィーナ。さあ一難となって600を切って4コーナーカーブに向かっていきます。ここで先頭を変わって4番高野 LP だ、内は1番パレハ。さあ並んでいって5番ステラクラウン、3頭が広がって、さあ4コーナーカーブから直線の攻防。早くも先頭4番の高野 LP だ、体半分リード。2番手は5番ステラクラウン、3番手は広がって外から6番ヒーン、相手は8番のジョセフィーナ。左右打ち粘って1番のパレハ。さあ200を切る。先頭4番高野 LP だ、2馬身突き放した。2番手は5番ステラクラウンに迫って6番のヒーンが3番手から2番手を伺っている。先頭は4番の高野 LP だ、抜けた高野 LP だ、ゴール。3、4コーナー中間押し上げにかかりました。先頭から最後方までは現在5馬身ぐらいの圏内になって、さあ第4コーナーカーブ、外回りの4コーナーカーブ直線コースへ向かいました。ケーブパールが先頭です。そしてオーロラ X 現在2番手の位置、そして外からは6番のモモングール、さらに外からはメランポジウム前の争いですが、わずかに先頭は8番のケーブパール2番手の位置、3番のオーロラ X 並びかける。そしてその後単独3番手の位置を受けてあって、さあ6番のモモングールなどが上がってくるが、今度はオーロラ X がわずかにかわした。オーロラ X 五輪。外目8番ツッチーフェイス、首を覗かしてサクソンジェンヌが打ち、そして間をついた1番のパレハ、そしてスイートスカーがすっと後位に取り付いて先段目がけて上がろうとしています。各馬これから第4コーナーカーブ、残り400を今通過。11番のアクアバーナル先頭で第4コーナーから間もなく直線、並びかけるチェレスタ、両馬が並んで直線コースへと向かいました。その後は2馬身ほど開いているツッチーフェイス、サクソンジェンヌ内に持ち込んでいって1番のパレハが前に接近しようとしている。追い比べから抜けたのは6番のチェレスタ。さあチェレスタが抜けている2番手11番のアクアバーナル、そして外からはサクソンジェンヌ、3番手から2番手接近。先頭は6番のチェレスタ先頭でゴリ。この圏内には7番のプロミシングギャルがつけています。そして後方から2頭目に1番フレミングフープとなって、一番後ろ3番スーパーバウンディとなりました。3、4コーナー中間地点からこれから4コーナーです。ジョセフィーナ先頭で直線に向かいます。アクアバーナル接近して、さあ残り400を今通過、坂を駆け上がります。そしてその外からは5番のフラッシュフリーズ、そしてその外から4番のワンダーフェロー。大外に持ち出したフレミングフープが一気に前を捉える勢いだ。残り200を通過、坂を上がり切った。今度は一気にフレミングフープ先頭だ、フレミングフープ先頭だ。今度は後続を突き放す2馬身3馬身のリード。2番手6番アクアバーナルで五輪。3番手接戦。
4コーナーに向かっていきます。2番手から1馬身半差、3番手インに5番のカニキュル、この外に7番フォルラリーに合わせにいきます。4コーナーのカーブ、その後ろ中段インからパーセルペーパー、外4番ダイヤモンドハンズ、直線に向かいました。逃げる3番ニューステソーロン、並んでいった8番ガールズレジェンド、残り400を切ってこの2頭の間を狙って5番カニキル、外から一気に7番のフォルラニーにも伸びてくる、さらに外へ持ち出した4番のダイヤモンドハンズ、中段大外から1番マルコタージュ、まもなく残り200を切ります。5番のカニキル、体半分から1馬身リード、内は食い下がってニューステソーロ、外から7番のフォルラニーに2番手に上がって先頭を追っているが、5番のカニキル先頭、リードを2馬身取ってゴールイン。